メディアを再生する三人の狙撃者。三人の狙撃者は、1954年に公開されたアメリカの犯罪映画である。監督は、ルイス・アレン、脚本は、リチャード・セールが務め、フランク・シナトラ、スターリング・ヘイドン、ジェームズ・グリースン、ナンシー・ゲイツらが出演した。大統領の訪問を控えた田舎の小さな町を舞台に、大統領狙撃を目論む。 暗殺者たちと暗殺計画に巻き込まれた人々のやりとりが描かれる。現在はパブリックドメイン作品になっている。1950年代のアメリカ。ある日、大統領が休暇を利用して、カリフォルニア州の田舎町、サドンリーを訪問することが決定する。サドンリーの地元警察やシークレットサービスが警備体制を整える中、元シークレットサービスのポップ。 その息子の妻エレン、孫ピッチの3人が暮らすベンソン家3人の男たちが現れた。彼らは連邦捜査局のエージェントのジョン・バロン、ベニー・コンクリン、バート・ウィーラーを名乗り、ベンソン家は大統領の特別列車が到着する予定になっている。駅を見下ろす丘の上にあるため、保安上の理由から調査が必要だと説明する。そこへ、地元保安官、 ゴットショーとシークレットサービスのダン・カーニーが同じく保安上の調査のためにベンソン家を訪れる。ポップは FBI の3人を紹介するが、カーニーは彼らの様子がおかしいことに気づく。次の瞬間、バロンラは銃を抜いて、カーニーを射殺し、ショーの腕にも怪我をさせた。実は彼らこそが大統領暗殺を目論む暗殺者の一団だったのである。 こうして、一家と章を人質に家を占拠したバロンらは、窓に狙撃銃を据え付けて、大統領を待ち構える。トット章保安官に噴するヘイドン本作の公開当時、ニューヨークタイムズ紙の映画批評家、ボズレー・クラウザーは、本作の内容や演技を高く評価している。また、バラエティ誌でも、同様に演技を高く評価している。映画評論家、カール・マゼックは、ジョン・バロンの マキャベリ主義者的な態度について、大いなる夜や、キスで殺せ、などとの関連を見出しており、本作の兵士を恐怖症的演出や、非道徳的描写を踏まえ、必死の逃亡者などとは、交代賞の作品であるとしている。ジョン・バロンと人質たち本作公開から5年後の1959年、かつてハリウッドで、広報担当者を務めた小説家、リチャード・コンドンの小説。 影なき礎撃者が発表される。影なき礎撃者はその結末が本作と非常に類似していた。1962年には、影なき礎撃者も、シナトラ主演で映画化された。本作での役柄は、大統領暗殺を目論む福音兵であったが、影なき礎撃者でのシナトラは、福音兵による大統領暗殺を阻止するべく奔走する、元上官を演じた。2013年、 ドイツの映画監督ウーベ・ボルによるリメイク版、ザ・シューター大統領暗殺が発表された。ドミニク・パーセルが主演を務めた。本作の著作権は更新されなかったため、現在ではパブリックドメイン作品となっており、インターネット上での無料視聴も可能である。ソフト化も複数のメーカーによって行われ、いわゆるパブリックドメイン DVD として、安価に流通しているものも多い。 1986年には、ハルローチスタジオ社による着色版が家庭向けビデオソフトとして発売されたが、ハルローチ版では青色であるはずの品虎の瞳ガチャで着色されていた。2009年6月16日には、レジェンドフィルムズ社から新たな着色版が DVD ソフトとして発売された。このバージョンには、オリジナルの白黒フィルムから復元された。 新たなシーンの追加も行われている。ありがとうございます。